パリ五輪卓球女子代表で2大会連続の団体銀メダルをつかんだ平野美宇24イコール木下グループが22日24日開幕の T リーグをアピールした所属の神奈川の一員として都内でチームの記者会見に出席開幕戦の日本生命戦25日東京代々木第二体育館にもベンチ入りしており 見に来てもらうのに、ふさわしい試合ができるように、最後の一球まで気持ちを込めてプレーしたい、と誓った。帰国後は、寿司などを食し、すごく幸せ、と気分転換した。周囲からねぎらわれ、前回、21年東京五輪、は、次も頑張ってね。今回は、ゆっくり休んでね、という声もいただく。改めて結構、 歳も取ったなと思った、とにやり。ドリンで集まった注目を T リーグにつなげたい。団体を共に戦った16歳の張本美は、補欠の木原美優らと2期ぶり優勝を目指し、すごく明るいみんなが揃う。自分のファンの方を見つけやすいと、サインボールも投げやすい。個人戦とは違った面白さを感じてもらいたい、と呼びかけた。松本渡る。